はい、どうも。えっ、ー、と、今回ですね、えー、奈良県はですね、前なんかやったんですけど、ちょっと、うん、もうちょっと悪質な感じのがあったんでね、ちょっとやってみようかなと思いますね。えー、ちょっと、まあこ、こんな感じで、やってみようかなと思うんですけど、えー、ま、そうですね、上勤講師って普通の先生とどう違うのかちょっとよくわかんないですけどね、えー なんか遠隔操作で、スマホで遠隔操作でですね、女子トイレを盗撮ってことで、えー、なかなかですね、ハイテクですごいなと思うんですけど、えー、そうですね、やっぱあの、ある程度、口止めとかするんですかねあのー、なんか大問題になるような気がするんですけど。でですね、その、うーん、 なんかね、学校の先生なんで、盗撮をせずにはいられない体なんですけど、うーん。そうですね、あの、どっかその辺でですね、スカートの中を、コンビニでスカートの中を盗撮とかですね、その辺に比べるとですね、結構ハードルが高い、ハードルが高いじはね、えー、割とこう、 いや、それは許されないだろう、みたいな感じのところをやってるんで、ちょっと悪質かなと思うんですけど。で、うん。まあ、普通に考えてですね、小学生がカメラを発見しているんで、大問題になるような気がするんですけどね。で、えー、多分、口止めとかはするんでしょうね。いや、この、この件は、あ、でも、口止めするとあれか。あの、 口止めとかをするとですね、学校って結構割と隠蔽体質があるんで、えー、なんかは、都合の悪いことがあるとですね、結構隠す方向にあるんで、口止めとかされて本当に喋らないとですね、なかったことにされちゃう時がですね、結構あるんで、気をつけた方がいいのかなと、思いますね。で、えー、 まあ、そうですね。よりによって女子トイレですよ。えー、で、スマホで遠隔操作で、なんかね、うん言葉を聞くとなんか凄そうですけど、多分そんなに凄くなくて、なんですかね。だけどトイレでカメラを発見したらですね、結構、あーなんかすごい、すごい感じの衝撃を受けるような気がするんですけどね。 で、えー、これがですね。お馴染みのカメラですね。えーとあー、今回のがど、どの程度のカメラなのかちょっとわかんないですけどね。あのー、割と防犯カメラみたいな感じのものなのかな。でも電源が取れないよね。取れるのかな。わ、まあ、かんないですけどね。まあ、あーっと待てよ。 こ、こんな感じのだったら多分小学生わかんないと思うんだけど、わかるのかなだけどね、小学生にですね、こういうのが危ないからっていう知識をですね、教えるのもなんか、ねえ、かわいそうな気もしなくもなくて、こういう、こういうカメラもあるそうなんでね、もう基本的になんですね、まあ、 もう無理だと思うんですけどね。もう、と、取る方の力が強すぎて、取られる方はですね、もう、な、ナスが、ナスがお母さんみたいな感じなんですけど。ってことで、まあ、え、ナラはですね、もう取ってるんで、もう取らなくてよかったんですけど、まあ、取ってみましたよってことで、えー、で、まあ、な、いつもですね、観光的な感じのことをやるんですけど、これが、奈良の有名人だそうで、 えー、そうですね。この赤い、赤い人と、矢島って人と、あれですね。なんかアイドルグループの、割には全然、パッとしない、パッとしないのがパッとしてる、あれですね。あの人と、さんまと、さんまの横の人は誰なんだその横の人は誰なんだ一番右は、あの、顔はわかるけど、名前が出てこない。 兵庫県ダウンタウン、北川景子、ん藤原紀香、渡り哲也、有村なんとか。はい。っていうあたりがですね、えー、奈良県の人だそうです。で、まあ、えー、そうですね。今回ですね、ちょっと注目点なんですけど、えー、懲戒免職になってるんですけど、あの、えー、トイレを、 盗撮した人の名前はですね、あの、常勤講師の方の名前は出てないんで、えー、おそらくですね、あのー、またどこかで、あのー、先生やりたいんですけど、って言うとですね、おそらく、あのー、あ、じゃあ、君に、うちの、うちの3年5組の、5組は出ないのかな、今。3年1組の担任を頼むよ、みたいな感じでですね、えっ、ー、と、教師に復帰することが、 できるのかなーと、ちょっとだけ思うよってことで、はい、ちょっと。はい、まあ、今回ですね。まあトイレ、盗撮ってことで、はい、まあ結構悪質だと思うんでね。まあ、7件はもう取ったんで取、取りましたけど、ってことで、はい、今回以上です。